トランスリンク、トランスリンク、英語は、カナダのブリティッシュコロンビア州南西部に位置するバンクーバー都市圏メトロバンクーバーの交通行政を管轄する団体で、公式名称はサウスコーストブリティッシュコロンビアトランスポーテーションオーソリティである2007年11月に、それまでのグレーターバンクーバートランスポーテーションオーソリティから解消。 バンクーバー都市圏の公共交通機関を総称してトランスリンクと呼ぶことが多い。ブリティッシュコロンビア州政府及びメトロバンクーバーのもと交通を主体とした計画立案と予算管理を行う。県内の社会資本の拡充と公共交通機関の統括や交通行政における環境保護を担当。 交通の円滑化と自動車交通量の抑制を目指す一元的な組織である。各事業の運営は会に位置づけられた団体及び組織に委ねられているため、それ自体の規模は小さい。しかしながらバンクーバー広域行政隊の市長が役員を務め、財源についても県内の関連税制の変更を行うことが可能であるなど、その権限は強い。そのため、 中長期にわたり地域に対して効率的な社会資本の整備を行うことを可能としている。一方でストライキやロックアウトといった労使紛争が比較的多い文化の中では一元的であるために地域社会に大きな影響を及ぼしてしまうことも否定できない。2001年4月1日から7月31日の4ヶ月間はバス運転手の全面ストライキによって 交通機関が麻痺した例がある。ブリティシュコロンビア州全土の公共交通を統括していた BC トランジットからバンクーバー都市圏のみを管轄する組織として1998年に独立し発足したバンクーバーの公共交通に関する歴史は以下の通りである。他の北米の諸都市と同様にマイカー通勤が一般的な県内では幹線道路網の整備は メジャーロードネットワーク、略称、MRN としてトランスリンクの中核事業となっている。全域の一般道路の延伸や拡張といった整備計画の立案と建設を21の下部組織や地域自治体と協力して行っている。県内は多くの河川が流れているため、橋梁及びバイパス建設といった高速道路以外の大規模工事を伴うものもこの道路整備計画に含んでいる。 トランスリンクの最も主要な事業の一つ。マイカーの使えない学生などの交通手段として、バスは非常に重要な交通機関である。また、原油価格の高騰に伴い、マイカーからバスへ通勤手段を変える人も少なくないため、トランスリンクでは需要がさらに高まることを予想している。運営は、コーストマウンテンバス及びウエストバンクーバー市営。 交通という二つの組織が担当しているが、BC トランジットがこの地域を管理していた時代から、ウエストバンクーバー市営交通は別の折として独立していた。そのため、前者はトランスリンクの株組織である一方で、後者は委託契約を結んだ外部組織という位置づけになっている。各々の,の,の営業区域や規模は異なり、コーストマウンテンバスが、 バンクーバー都市圏のほとんどを網羅する広大な営業範囲を維持するのに対し、ウエストバンクーバー市営交通は小規模な組織でありサービスや車両も若干異なっている。北米は日本やヨーロッパと比較して都市の規模に対して鉄道網が発達しておらず、東海岸からのカナダナショナル鉄道、カナダ太平洋鉄道、ビア鉄道、そして アメリカからのアムトラックといった数多くの長距離鉄道が終着点とするバンクーバー都市圏ですら都市鉄道網は存在しないに等しかった。しかしながら1986年のバンクーバー国際交通博覧会の開催をきっかけにスカイトレインと呼ばれる新交通システムの運行を開始した。同年のカナダ連邦政府による雇用金投法や1988年のカナダ 多文化主義法の制定は、バンクーバー都市圏の移民を大幅に増やして、地域経済を反映させているが、それに伴う通勤圏の拡大や、交通渋滞の悪化は、万博以降における、鉄道事業の拡大をさらに後押しした。今後もスカイトレインの延伸を中核に、ウエストコーストエクスプレスが運行する、近郊都市を結ぶ通勤列車、ウエストコーストエクスプレスの設備拡充など、 鉄道事業をさらに発展させて、交通手段を分散させていくことを予定している。また、サレー市に LRT を開通させる計画もある。海や川の多いバンクーバー都市圏では、バスや鉄道に次いで、短距離フェリーの利用も公共交通としても一般的である。橋梁が未整備の箇所や、陸上交通より、移動時間が短縮できる箇所も存在するた、トランスリンクは、 陸上の公共交通機関を保管する目的でフェリーを運行している。1900年より運行を開始したバラード入江連絡フェリーはシーバスとして現在はコーストマウンテンバスが運行している。また、1957年に開設されたフレーザー川の両岸、ラングリーとメープルリッチを結んでいたアルビオンフェリーは20台前後の自動車と旅客を 積載切る二隻の小型のカーフェリーで運行していたが、2009年6月にゴールデンヤーズブリッジが開通したことに伴い、その役目を終えた。交通がもたらす、環境破壊の抑制に取り組み、地域住民の健康と大気汚染を考慮している。自転車の利用を積極的に促すために、バスに自転車を置けるキャリアを設置、近年ではパークライドシステムの運営による、 マイカーの通勤利用削減、路線バスでのハイブリッドカー及び低排気ガス車などの抵抗会社の採用、新交通システムの利用促進など、次世代の公共交通を整備している。一方で、環境障害者の利用環境の改善も行っており、路線バスの低床化や車椅子用リフトの設置をはじめ、ハンディダートと来れる障害者用車両の運営も行う。 トランスリンク管轄の公共交通機関は、ゾーン制と呼ばれる、運賃制度を採用している。これは、バンクーバー都市圏を3つの区域に分け、域内は、同一運賃都市区域をまたぐごとに運賃が上がる、仕組みある。大人の最低運賃は1ゾーン2.85、カナダドルである。4歳までの用事は、無料で、5歳児から13歳までの児童。 許可証を持った14歳から19歳までの学生、65歳以上の高齢者、障害者認定証を持った障害者は1ゾーンで1.85カナダドルの割引運賃としている。最高運賃については、大人が3ゾーンで5.60カナダドル、割引運賃は3.8ドルとしている。しかしこれらの運賃は、曜日や日時によって変動し、平日の18時半以降及び、 土日祝日は全利用者に対し全ゾーンで一ゾーン料金を適用する。ただし、バンクーバー国際空港の敷地内にある駅からスカイトレインに乗車した場合は、例外なく通常料金の他に5カナダドルの追加運賃が加算される。また、マンスリーパス、毎月末まで有効な1ヶ月定期券、複数月の定期券は存在しない利用者は、 日曜祝日は1枚の定期券で本人を含む大人2名と子供4名までを乗車可能とする利用特典がある。トランスリンクでは発券から90分間トランスリンク内のみで有効な切符を路線バス車内、C バス発着口、スカイトレイン各駅で販売するほか、デーパス、一日乗車券、マンスリーパスを県内のコンビニエンスストアなどで委託販売している。 なお、ウエストコーストエクスプレスは独自のゾーン設定。ウエストコーストエクスプレスゾーンがされているため、この運賃制度は適用されない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。